えー、お伝えしていますように今日は本当に気温が下がりまして、はいえー、県内観測地最高気温もすべてで氷点下だったとそして最も気温が下がったのは朝だったんですが、はいえー、津南町ではマイナス9.0度を観測しました。えー またですね新潟市東区松浜では観測史上最も低いマイナス5.6度となりました観測史上最低ですかはい。はい、まあ強烈な寒気のピークは過ぎたんですが明日も油断できない状態は続きそうです明日の雪の降り方を見ていきましょう、はい、こちらは明日の朝6時の予想です 朝は広い範囲ではないんですが、中越を中心に雪が降りそうです。その中越に注目してください。この後、時間を進めていきますとえ、まるで囲ったエリアですね、集中的に雪が降り続き、時折ピンク色になって降り方が強まりそうです。また、この雪の強まるエリアが少し北に広がる可能性がありまして、新潟市周辺でもえまとまった積雪となるところがあるでしょう。 その原因を天気図で見ていきたいと思います、はい、こちらが明日午前9時の予想天気図なんですが明日は西日本に高気圧が移動してきまして冬型の気圧配置は緩む見込みですこのため県内付近の風も次第に弱まってくるでしょうその風が明日のポイントでして、はい 風が弱い時というのは平地でも雪が積もりやすい、いわゆる里雪型になります。山の方に流れていかないということですね。そうなんです、はいで。またですね、弱い JPCZ のようなものが中越や下越にかかって大雪となるところもありそうです。はい、これから予想される、えー、降雪量を見ていきますと、今夜から明日の朝にかけて新潟市など沿岸部も含めて、 平地では最大15センチから20センチ山沿いでは最大15から25センチの雪が降るでしょう、はい、そして明日の朝から夕方にかけては中越と海通を中心に雪の降る量が多くなりそうです新潟市周辺で30センチ、えー、長岡市周辺で40センチの雪が予想されています、うん あの平野部や沿岸部に関しては積もる量が明日が一番多くなる可能性がありますので,です、はい、一層の注意警戒をしてください、はい、まだまだ積もる雪の量、これからがピークということを今一度肝に銘じて、はい、もう一段、強い対策、準備をしっかりとしていきたいですね。